はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、最近の量子コンピューターの流れなんですけど、一つですね、結構冷却原子タイプの量子コンピューター、量子プロセッサーがかなり出てきています。このですね、量子冷却原子なんですけど、最近は中性原子って呼ばれるんですよね。昔はコールドアトムとかニュートラルアトムって言われてたんですけど、なんか最近冷却って言わないでも中性原子っていうんで、ニュートラルアトムっていうのがあるというのがあります。で、多分冷却原子っていうと、多分一つはですね、なんか冷やさなきゃいけないんじゃないかっていうことで、超伝導量子コンピューターみたいにでっかい筐体に冷やすものがついてるってイメージがついちゃうんですけど、まあ実はそうじゃなくて、原子をレーザーでその直接冷やすんで、なんか冷凍設備っていうのはまあ特に必要ないみたいですね。なんで、まあそういった意味でもちょっと中性原子の方が分かりやすいのかなっていうことで、冷やすっていうところに結構誤解が生まれるんで、まあ中性原子になったんじゃないかなというのは一つ仮説としてあります。で、中性原子量子コンピューターの特徴はですね、量子ビットが多いことで、原子を直接使うので、まあイオントラップに近いんですけど、原子、電子軌道のまんま原子でトラップをして、その2次元配列とか1次元配列とかで計算するみたいですけど、まあ、2種類モードがあって、アナログモードとデジタルモードがあって、アナログモードが、まあ、俗に言う量子アニーリングに近いような、より DM の上位互換みたいな感じで、より原子を時間で操作しやすくなるというものとなっていて、さらにですね、そこからデジタルモードという形で、量子ゲート形式に変換することができて、まあ、量子ゲート方式の、まあ、量子コンピューターと、そういったアナログ量子シミュレーションを両方できるマシンになっていて、最近アメリカだとコールドコンタが、約150億円ですかね、とか200億円近くの資金調達してましたし、アマゾンブラケットってアマゾン社が提供している量子コンピューターのプラットフォームに、アキーラっていうですね、キューラの量子、中性原子マシンがついにリリースされましたので、誰でも使えるようになっています。で、まあ、使ってみたんですけど、アナログモードは、まあ、実機はまだ使ってないんですけど、ソフトウェアは結構使ったんですけど、まあ、正直アナログモードに関しては、アナログモードを使いこなすのが一番楽で、アナログモードを使って無理やりデジタルモードみたいなのが作れるんですけど、それはちょっと精度がかなり悪かったんで、まあ、基本的にはせっかくアナログが使えるんで、アナログでこう、いろいろ操作して、まあ、量子状態を変化させるっていうような計算ができるんじゃないかなと思います。で、結構面白い計算もいくつかあって、で、社会問題的には組み合わせ最適化問題って呼ばれるようなものが、まあ、冷却原子のマシンでも使えますので、まあ、そういったものを解くっていうのが今回、ポイントになるんじゃないかなと思います。で、まあ、これでですね、超伝導量子コンピューター、イオントラップ量子コンピューター、そして、まあ、光連続量のアナログモードはデジタルがないんですけど、光連続量計算、そして、中性原子ですね、アナログ計算が揃いましたんで、今後は光も、まあちょっと別の動画にしますけど、光量子コンピューターとか冷却原子、中性原子は同じ方向性に進んでいくと思いますし、今後多分リリースされるべき重要な量子コンピューターは、残りはシリコン量子コンピューターですね。最近特に開発がめちゃくちゃ進んでるシリコン使った普通の半導体、私たちのスマートフォンに入っているような、普通の半導体に入ったようなチップを使って、まあ、量子コンピューターを作るというタイプが残りですね、リリースを待つばかりとなりましたので、今の最新、アメリカはとにかく今、冷却原子ですね、中性原子一色かと思うんで、まあ、そういったマシン、最新マシンを使いこなして、まあ、量子コンピューター最新に、まあ、キャッチアップするのがいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、今回は以上です。